まあ実際にあの子供の頃に書いていたまあ将来何になりたかったとかそういうこととかって書いていた記憶、ございますか教師とかえと保育士とかを書いてたですね、あとも、えー、ともと数学、まあ、算数数学がものすごい好きであのそちらの。 そう数学の先生になりたいっていうのを書いてたのはえありますね、はい、数学算数がお好きだったんですかそうですねそろばん教室とかも通ってて結構そう数字が好きだったんですよねだからあの中学校も割とこう理数系の学校であの数学の勉強が早くできるあのできる。 のがある学校に行っていたので、そうですね、なんかどこか、まあ中学校の時も数学の教師になりたいっていうのは、友達に言っていたりしたので、短冊に願い事を書くといえば、まさにまあ子供の頃に皆さん経験されることだと思うんですけれども、子供の頃の七夕の、なんか覚えていること、エピソードとかございましたら、教えてください。<うん S 2> そうですね えっと、僕の記憶の中ではですけど、小学校の時は、えっときは結構スポーツ少年で,です、ね、本当、2、3歳ぐらいからも水泳教室に通ったりとか、あと少年野球をやっていたので、えっと、身長を伸ばしたいっていうのがね、すごいあってですね、だそれはかな、えー、ったのかなってね、思いますね。はい 間違いなく叶ったと思われますが <laughs>、<laughs> はい、叶いました。はい。